Hello everyone, my name is Nelsa Jackson. As for today, I'm presenting you Undertale Reactor Saitama vs. Boros. Yeah, enjoy the video. ここまで来るのにどれほどの時間を要したか。手下どもはあの予言は一時的に俺を遠ざけるためのデマだったと思っているようだが、今確信した。さあ、俺のせいに刺激を与えてくれ。そのために来たんだ。バカかお前。退屈な人生に刺激が欲しくて他の星を襲うなんて OL でも考えねえぞ。俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。力を解放した俺を相手にここまでやるとはな。ああ、強いよ、お前は。さすがに強いな。このボロスと互角に戦える者はお前が初めてだ。体内にある莫大なエネルギーの放出、雑魚がこれに触れれば骨すら残らん。手応えあった。どうやら勝敗が見えてきたな。過酷な環境の星で生存競争を勝ち抜いてきた俺の種族は宇宙でも随一の自然治癒力を持つ。中でも俺は自然治癒力も身体機能も潜在エネルギーもずば抜けて優れていた。貴様らでは死につながるような負荷でも数秒あれば塞がる。もげた腕もエネルギーを集中させ治癒力を爆発的に高めれば元通りだ。それに対してお前は傷が増すばかり、体力も徐々に減っている。うるせえ。ペラ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 と。もう終わりなのか。戦いは
メテオリックバーストエネルギーの放出を推進力として生物の限界を超えた速度パワーを引き出す。この形態は無呼吸運動のように体に大きな負担がかかるため、結果的に命を縮めることになる。本来なら決着を早めたい戦闘にのみ使う切り札だが、傾いた。聞いてる聞いてる、すごいぞ竜巻ちゃん。破れたのか。まだ意識あんのか。やっぱ強えよお前。予言の通り対等ないい勝負だった。ああそうだな。嘘だな。お前には余裕があった。まるで歯が立たなかった。戦いにすらなっていなかった。予言など当てにはならんな。お前は強すぎた。そ